どうも、BO25 です。ポケモン2回目やっていこうかなと思います。まあ、母性本能をくすぐるポケモン実況でございますね。まあ、なぜこのタイトルかと言いますと、一応もう一回ね、説明させていただこうかなと思います。私自身、ポケモンのランクマッチというのは、剣盾から始めた、まあ、ある意味、こう、初心者なわけですので、何も分かってない。何も分かってないからこそ、こう、教えたいなっていう、この母性本能をくすぐるというような動画になっております。それによりですね、まあ、別に、母性本能をくすぐりたいから直撮りしてるわけではなく、もう単純に機材がないので直撮りしている。もとよりかはもうスイッチライトなんでね、画面に出力できないというところで、こんなことをやっております。はい。2回目でございますが、まあ、本来1回目が好評だったら続けると言ったんですけれども、まあ決して好評ではなかったんですが、まあやりたいのでね、もう1回やっていこうかなと思っております。はい。モンハンもそんなこと言ってやったんですけど、モンハンに関してはね、私も全然やってないので、一回でやめたんですけど、ポケモンはね、まだ続けているというところで、やっていこうというところになります。本日もですね、こう、使いたいポケモンをね、適当に集めてきましたので、見ていこうかな、やっていこうかなと思います。行きましょう。マッチングをしました。本日こう、新しく連れてきたポケモン、まず新人がですね、いまして、鉄の武人と、パーモットと、でございます。新人はこの二人。で、元からボックスにいたんだけど、前回の動画に登場してないのが、エンニューと、オイーバはいた？忘れた。で、シャリタツでございます。まあ、このメンバーでね、やっていこうといった形でございます。私、剣盾の頃からですね、実はエンニューと結構好きでして、なんか使いやすいなと思ってて、あれなんですが。さあ、相手のパーティーを見る限り、これ、初手誰が出てくるのか全くわかんないんですけど、あれじゃない？ミミズズで尻尾切りするんじゃない？そっか。もうそうなると、めんどくさいですね。できることなら、新人たちはちょっと選出したいかなと思ってるんですが、なんとなくで、ああ、でも、エンニュートってなんかあんま合わないかな。いいか。エンニュート連れてきて、パーモット使って、鉄の武人でいきますか。なんか、いい感じにアタッカーもいるという感じで、これでいきましょう。はい、お願いします。さあ、相手は誰ですか。あ、海竜、初手海竜めんどくさいですね。これは嫌ですね。神速を使われちゃうともう、エンニュート何もできないんだけど、どうしよう。なんか、いやー、ゴーストも連れてきてないしなー。まずいなー。どうしよう。毒を入れたいところではあるんですけども、なんか、絶対神速してくるよね。なんか、入れらんないから、竜舞を流暢に進んでほしいな。相手エンニュートのこと分かってなくて。あ、耐えた。よし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 。耐えるんですね。まあ、ただこれ、あれですね。海竜が、神速を、してくるのが非常に嫌ですね。なんか、なるべくターン稼ぎますか。守ろう。よし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 。よしよし、いいですね。今のところはいい感じに進んでますが、どうしよっかな。これなんか身代わりできないかな。相手なんか諦めて竜の舞とか積んでくんねえかな。諦めて竜舞してくんないかな。ああ、無理か。まあ、しゃーなし。これ、海竜に全抜きされない？大丈夫？じゃ、こういう時のための、パーモット、ああ、でも、再起の祈り、鉄の武人なのかな？鉄の武人で行ってみますか。まあ彼は新人と言いますかね。まあ何回かは使っているんですけれども、ブーストエナジーで、素早さを上げるようにしてます。両刀型に育ててきました。さあ、そしたらば、まあムーンフォース行こうかな。なんかでも、そのまま海竜って気もしないです。なんか変えてきそうだなっていう気はしてます。長いね。あ、引っ込めたね。誰が出てくる？
あの頃頑張った、これ巨人音じゃない、巨人音か。いや、めんどくさいポケモン出てきたな。全然入んないね。じゃあインファイト打っちゃいますか、普通に。まあ海流に変えられたところで別にインファイトは入るだけなんで、あんまり。ああでも素早さ下がっちゃう。ああまあいっか、決まった決まった、これは落ちたよね。よし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 、急所ですね。ただこれでそっか、新速がちょっと入っちゃうのかな、ちょっと厄介ですね。これ誰だろう、パルシェン。うわー、めんどくせえやつ来たパルシェンとかめんどくせえやつ来た。なんかもうちょっと防御下げたくないんで、ムーンフォースいきますか。テラスタル、水ですね。なんかそのまんまですね。でも氷がないからインファイトが効かなくなるのか。お、入るね。スララバリ。イカサマダイスとかかな。終わってくれ。終わんない。あ、負けたくない、これ。あー、危ねえ。これはどうする、もう一回ムーンフォースか。これでいいか。上は取ってましたもんね。よし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 。オッケーオッケー。で、これで大丈夫。残りは海流一匹ですね。で、テラスタルもない。どうだろう。どうすりゃいいんだろう、これ。あ、では毒入ってるので、で、まあ、神速をしてくるでしょうけども、海流ってさ、ノーマルとか入ってないよね。そうだよね。毒飛行だもんね。じゃあまあ、多分何もできないんで、鍵打ちだけ打って退散しますか。あ、神速の方入んか。どうしよっかな、こっから。参ったな。さあ、パーモットでございます。再起の祈りっていう技は？瀕死のポケモンを半分で回復。助けを持たせてきてるので、電光衝撃でどうにかならないかな。お、まさかの相手あれしてこない。神速じゃない。あ、これ毒で勝ったでしょ。うわー、マジか、そう来たか。電装攻撃ってあれ ?2 回連続で出せないとかあるんですか。ただタイプ1じゃなくなるだけ。うわー、どうすればいいんだろう。でもちょっとやっとこうかな、もう一回。あー、うまく決まらないんだ。そうなんだ。無駄なことしちゃったな。あー、1か。無駄なことしちゃったー。ミスった。やば。ああ、ごめん。いやー、ミスった。いやー、使用しなかったかんなー。ああ、でも。あ、マンハパチ効かない。いいファイトでもよかった。神速、あ、ちょ、激凛してるんだからそうじゃん。神速来ねえよ。ミスった。全部ミスってる。負けた。あ、マッチングをしました。先ほどはお見苦しい試合をお見せしましたね。ひどかったね、あれね。でもこれで、ね、伝送攻撃のね、仕様もわかりましたから、もうミスしませんよ。うん、大丈夫大丈夫。というところで、相手はご覧のようなパーティー。さあ、そして、本日のトークテーマとして私、シャリタツを持ってきたんですけど、そのシャリタツをね、選出しなきゃ意味がないわけですよ。どうしよっかな。なんか、初手から鉄の武人に行ってさ、もうなんか、相手のチームをちょっとさ、7割ぐらいボーボーにしてもらうぜ。で、まあ、シャリタツと、無条件でシャリタツ連れてって、まあ、落とし取りで、ちょっと頼るか、最後。さあ、お願いします。今回その話したいこと、気のがさ。絶対あれじゃん、こんなん。
キノコの報酬でしょ？マジで？で、話したいことがありまして、それ何かって言いますと、ムーンフォースかな。今回私シャリタツを持ってきてると思うんですけど、あー、キノコの星だよな。私ですね、別実況の方でですね、アイドルマスターシャイニーカラーズというゲームを実況しておりまして、まあ、アイドルマスターのシリーズの一つなんですけれども、そこにですね、朝倉徹というアイドルが出てくるんですよ。ちょっとわからない方はちょっと調べていただくか、多分今画像を出してるかのどっちかなんですけど、ちょっと鍵打ちしたい。起きてくれ。起きないか。朝倉徹という、アイドルがいまして、そのアイドルと、シャリタツ、いるじゃないですか。なんて言うんでしょう、こう、すごい、調和するというか、なんかこう、朝倉っていうね、アイドルが、すごくこう、なんか、シャリタツ持ってそうだなっていうアイドルでして、で、これ別に自分がこう、そうだなって思ったわけじゃなくてね、ツイッターで絵を見た時にそう思ったんだよね。そう。で、調べてみるんですよ。シャリタツ、朝倉徹って。そうするとね、やっぱみんな思ってんだ。なんで勤めてんのこいつ。やっぱみんな思ってんだなと思って。ありますよね、なんかね。俺主って言ってる、状態と、ね。よしよしよし。俺主って言ってる、シャリタツとね、朝倉っていうのがなんかすごい合うんですよね。朝倉もね、そんな感じのね、言葉遣いというか、ね、そんな感じなんですけれども。さあ、そんな感じしか言ってない中で、来ましたガブリアス。どうしよう、これ。あー、でもいいや、ちょっと待って。落とし取りにテラスタル残しておきたいので、これちょっと鉄の武人は、そのまま、行こうかなと、思います。さあ、水なんだね。ガブリアス水なんだ。パーモットコンが連れてきてない。やっちゃったな。あ、でも結構入りますね。さすが。地震。これちょっと、やばいんじゃない？ああ。ちょっとキノコの胞子で寝すぎだもんね。だってね。さあ、どうしますか。水タイプ来たので。でも相手別に水タイプ来た。切ったからって言って水打つわけじゃないもんね。絶対違うんだよな。相手水タイプ来たからって言って水打つわけじゃないんだよ。でもストーンエッジ入れますか。じゃあいつもの落とし鳥登場です。さあやっていきましょう。よいしょ。そして今回のパーモットのね、気づいた方いるかもしれないかな、パーモットのニックネームを弱くまにしてきましたね。で、この、弱くまってニックネームはですね、同じアイドルマスター、シャイニーカラーズ、そして私がね、その、朝倉徹と同じユニットで活動している、市川ひななというアイドルがいるんですけれども、その市川ひななっていうアイドルがですね、好きな、マスコットみたいなのが、弱くまって名前なんですよ。なんか、あっちの世界だと微妙らしいですね、なんか。好きな人もいるけど、でもなんかそんなに人気もないらしくて。そのキャラクターでございます。だから、今回は結構ニックネームつけますね。兄貴といい。おー、さすが落とし取り。結局落とし取りだな。シャリタツなんもしねえ。これをラストにしますか。勝ち越しがかかった試合ラストにしますけれども。さあ、相手はこんな感じ。サーフ号がいますね。なんかサーフ号に対してカラミンゴがいいって聞くんで、カラミンゴも育成してきたんですけど、ちょっと今回連れてきませんでした。どうしよう。ドラゴンタイプが多いですね。あれ？でも鉄の頭？なんだっけ？あいつ、何で鉄の頭みたいなやつ。サザンドラの古代、未来版。あいつってドラゴンじゃないんだっけ？どうしよっかな。なんかどうすればいいんだろう。わかんないわ、全然。なんか、鉄の武人最初でいいのかな？で？でも、シャリタツね、なんか、活躍させてあげれてないんだけど、まあ、せっかくだから、ちょっと弱くまじゃねえや。パーモット連れてきます？
え、みんな一回バトル選出された？選出されてないのオリーバだけだもんね。シャリタツ？でもシャリタツ今回結構、まあ話のテーマって言ってもすぐ終わったけどね。オリーバ行きますか。さあ、お願いします。結局シャリタツの話もあんまり広がらず、初手ガブリアスですね。さあ、これ出し勝ちじゃないですか？落とし取りが今回いないので、まあ、初手からテラスタル切っちゃって、フェアリー高めちゃってもいいのかなと。相手あれもいますもんね。なんだっけ？あいつ。この、セグレイブもいますので。ここはでも他の後ろのポケモンってテラスタル切るポケモンじゃないんですよね。パーモットもね、その、結局テラスタル切るように作ってないので、ちょっとここはいきなり決めちゃいますか。さあ、フェアリーテラスタル、しっかりとフェアリーにしてきましたが。これは一撃で決まるんじゃない？ガムシャラとか覚えないよね、ガブリアスってね。よし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 。サーフ号じゃない？サーフ号ですね。厄介なポケモンが来てしまった。シャドーボールを打ちましょうか、ここは。結構来ますね。毒棒下げていく。ゴールドラッシュ。ああ。つまらない。ゴールドラッシュって物理特殊？どっち？そこわからなんだよな。パーモットに託しますか。まあ、電光衝撃。ああ、最近の祈りとかでもいいのかな？いや、まあでもいいか。引っ込めますね。誰ですか？誰だこれ？なんて名前？何こいつ？あ、セグレイブですね。ああ、全然効かんな。電気を使い切る。あ、でもこれでインファイトが抜群になったね。いやー、でもこれサーフォーに変えられちゃうんかな？こういうのって。あ、通りますね。あ、いけますね。いいね。いいよ、パーモット。で、そうすると残りがサーフ号なんですね。サーフ号に対してじゃあどうするかという話ですね。まあもう、ちょっとパーモットは使い物にならない。こういう時に再起の祈りをするということですね。まあじゃあ鉄の武人をちょっと蘇らせますか。なるほどね。ああ、相手テラスタルを切りますね。ああ、格闘タイプに変わりました。ってことはちょっとこれ、オリーバがまずいのかな？気合玉？これ命中めっちゃ低いよね。当たんのずるない？まあ、タスキで変えまして、弱魔を。で、これこのまま出ないといけないんですからね。まあじゃあ、無人かな？あ、で、パーモットはこれ、あ、瀕死になんないんだ別に。へえ、初めて知った。これ、先制されんのかな？マッハパンチだけ最後に言って帰りますか？あ、結構効くね。結構効くね。気合玉が相手命中めっちゃするね。気合玉って命中50とかじゃなかったっけ？これはじゃあ鉄の武人でいいのかな？でも相手格闘テラスってことは影打ち効かないんじゃない？オリーバ行きます？出てないし。それ言ったらシャリタツも出てないんだけど、オリーバ行きましょう。最後はマジカルシャインでちょっと決めちゃいますか。なんでこんな当たんの相手の気合玉。気合玉ってなんか確定とかなったんですか。うわ、ついよ。何これ。別に気合玉って確定とかじゃないよね。頑張れ鉄の武人。これ影打ち当たんの？相手格闘テラスタラだよね。怖いんだけどさ。ち
と当ててみる。じゃあ当たるんだね。え、なんかタイプ相性勘違いしてる。格闘ってゴースト、あれでもいいや、勝ったからいいや、なんでもいい。ありがとうございました。というところで本日の動画は3試合やって2勝1敗と非常にいい感じになりました。まあ一応ね、パーティー全員を選出はしました。バトルに出てきてないのシャリ立つだけ。で、何もやらずに散ってったのはオリーバーと。本来今回の動画の主役はシャリ立つだったんですけれども、まあ岩熊がね、まあオリーバーでパーモットがね、その代わり活躍したので、まあそこは良かったかなと。そして安定のお年寄り。やっぱお年寄り好きですね。まあというところになります。はい。鉄の武人もね、やっぱ普通に強かったです。ありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしてますんでよろしくお願いします。最後のサーフ号、あれ、格闘とゴーストって、効果ないんじゃなかったっけ？ギャン、ん？え？ちょっとわかんないんで、ちょっとゴーストから格闘は効果あるのか。格闘からゴーストが効果ないのか。わかんねえわ。あと、気合玉があんなに当たった理由は単純に運が悪かったんですかね。まあ、というところで、ありがとうございました。チャンネル登録の方もお待ちしますんで、よろしくお願いします。では、バイバイ。